南郷さん、はい、あの先日、はい、新聞読みました。はい、ありがとうございます。やりましたね。やりましたやりましたね。だって昔から南郷さんが言ってるような、その体にいいというのが、なんか学者の皆さんが実証してくれたんですよね。そういうことですね。課題の研究グループがですね、この度、はい、いや去年でしたかね、はい、そういうのがあの、うん、いいということが、はい、あの学術誌に発表されたみたいですね。はい、がん予防、がんの、発症を抑える力があるという。ですから、うん、砂糖を食べていると、うんうん、がんになりにくいということなんでしょうね。もうそれはもう黒糖屋さんとしてはもう、最高ですね。最高ですね。最高です、新聞に出てから反響がすごいでしょう。まあまあ、あのいろいろなあの電話だとかですね、まだ注文が現実に来たりですね、してますね。注文は増えてるでしょうね。あの発表が出てからどうですか、あの改めてやっぱり黒糖はやっぱり私が昔から思ってた通りという。そうですね、やっぱりいいものはいいというね、うんうん、それがもう実証されたという感じじゃないですかね、はいはい、と思いますね、はい。あの、まあ、ちょっと細かい話になるかもしれませんが、その黒糖の何がいいんですか。まあ黒糖に含まれている、あ、この黒糖はですね、はい、岩蜜糖というんですね、はい、2種類分かれまして、分蜜糖と岩蜜糖、うん、その岩蜜糖の中には、うんうん、諸糖分以外にミネラル分だとか、はい、そういうものが含まれているということで、うん、それがいわゆる植物由来ですから、はい、非常に体にいいということらしいですね。私は専門家じゃないから、でもらしいと思ってたことが本当にでも実証されたわけですよね。そういうことですね。あの島のね、まあ、うちのおふくろもそうです、はい、あのうちのおばさんたちもそうなんですが、はいはい、島の食台の、はい、食卓の台には、はいはい、あのお盆があって、はい、必ずみんな黒砂糖があって、あ、そうです、ね、朝一番には黒砂糖とお茶を飲んで食べるというのが日課なんですよ、じゃあそれはまんざら間違ってなかったんですね。そういうことですね。やっぱり健康で長生きできるというのがですね、うん、結局それががんを抑える力があったとかいうことの証明じゃないですかね。徳之島が長寿って言われる、また理由の一つができましたね。そうですね。そういうことです。食べてます毎日。まあ、食べてますよ。食べ過ぎるぐらい食べてますからあんまり、まあ、ちょっと抑えようかと思っているぐらい南郷さん、健康ですもんね。まあ、と思います、ね、で本当に、いつもほど細くて、なんかスポーツやってらっしゃいます。わ、やっと昔は 100m の選手でしたさすがなんかもう話聞いてるだけで、もう今回のそのね、がん抑制の効果があるというのが出ただけでもう笑い止まらないですね。本当にそうです、いいですね。いいですね、はい、この建物、建物というよりはその、作ってる工程、そうですね、工程が何とか文化財になるとかという話を聞きました。国の登録、民族、あ、国の登録、無形伝統文化財ですね、はい、難しい名前なんです。難しいですけど、でもそれはその作ってる工程が、工程です、製造技術ですね。技術ですね。結局は黒糖を作るわけですから、はいはいはい、黒糖それもと言っても過言じゃないわけですね、黒糖自体も体によくて、さらにその作ってる工程そのものも、まあ、昔ながら の, そのやり方で作っているということですね。最終工程はその攪拌でやるんですけど、うんうん、昔はその鍋でね、はいはい、まあ、芋を煮る鍋ですが、あれでやっていたのが昔ながらのやり方ですけど、うんうん、ただ今はその販売量の件でね、うんうん、やっぱりこの攪拌機を使わなきゃいけないということで少し形は違っていますけど、はい、本質はもう昔ながらのです、ね、非常に喜ばしいことですね。ですよね、これからその、登録無形、はい、伝統文化財、はい、これはいつですか、3月におそらく本決まりになるということらしいですね、はい、2024年の3月にそうです、まあ、はい、決まる、まあ、今は決まるだろう、まあ、審議会の、はい、文化財審議会が、まあ、答申出してるわけですから、結局最終的には文科大臣がですね、はい、OK ですということになるんじゃないかと思います。はい、
作る工程も文化財になり、はいはいはい、食べてるものも健康になり、はいはい、そうですね、文化と科学の両面からフォローの風が、いやすごいなもう黒砂糖すごいですね、追い風に乗りましたね。いいと思いますね、はい、ますますここ見学をする人が増えますよ、はいはいはい、そうですね、まあ、ウェルカムでいいですね、はいはい、ありがとうございます、はい、はい、ということで本当にですね、島のですね、この大地ですね、はい、死んだ晩鐘にですね、はい、感謝するとともに、サトウキビを作っていただいているあの農家の方たちにもですね、感謝、それから食べてもらっているお客様にも大感謝でございます。ありがとうございます。いつも美味しくいただいております。はい、ありがとうございました。どうもどうも。ああ、よかったです。じゃあ南郷さんから、全国の、これから黒砂糖、まあ、当然飼っている皆さんも見ていただいてますし、これから徳之島に来て黒砂糖徳南製糖で飼おうという方もいらっしゃいます。どうぞ一言 CM を。CM ですか。もう宣伝してですよ。宣伝してください。やっぱりもう細かい話になりますと、はい、昔から大きなその歴史を話さなきゃいけないんですけれども、はい、とにかく非常にその希少価値があってですね、うん、昔その1600年代には銀1キロと砂糖の1キロが同じ値段だったと。ということなんですけども、うん、今の値段に直すと12万円ですね、うん、1キロが1キロが昔の値段のそのですね、はいはいはい、ただ今はもう大量に出回っていますので、はい、値段は1キロ1200円で買えます、うん、普通の、はいはい、まあいろいろ種類はありますけどね、はいはい、まあ健康にいいということでですね、うん、ぜひですね、はい、これは皆様全国の人がですね、はい、食していただきたいという思いがありますね、はい、それはカレーに入れるとですね、皆さんが大好きなカレーに入れるとまたね、これ風味が出てね、最高に美味しい。カレーライス。カレーライス。ああ、はい。まあそのまま食べても非常に美味しいんですけども、うんうん、まあ徳之島はその内外のまあこの島の人たちはですね、それも直接食べる習慣がありますけども、はい、都会の人たちはそれがないわけなんですけども、うん、これそのまま食べてもですね、非常に美味しいですので、ぜひですね。食べて召し上がってほしいと思いますね。健康を買うんだったら、はいはい、1200円も12万円も安いもんですよ。そうです、ね、そうです。実は今夕方なんですけど、はいはい、ずっと鶏が鳴いてるんですよ、はいはい、ここの鶏、はいはい、多分夕方に鳴くのか、はいはい、それとももしかしたら黒糖の汁を飲んでるので元気なのかもしれない。そうかもしれないですね。少し出てるかもありがとうございます。ぜひ特段の穴開いてる特段の黒砂糖を皆さんぜひ今日は小判休みなんですよね。あ、そうです。明日やってます。お休みの時にちょっと寄らせてもらいました、はいはい、ありがとうございました。はい、はい、よろしくお願いします。